あなたは将来スポーツビジネスで働きたいけれども何から学べばいいかわからない、スポーツクラブ、そうたスポーツクラブを立ち上げたいけれども何から行動していいかわからない。とと助成金をもらっているけれどもこの助成金がなくなった後どのように経営していいのか大変不安であるというようなお悩みを持っておりませんでしょうか。私自身ですね、クラブの立ち上げや経営運営を行ってきましたけれどもそこから大きな不安を持ってですねこれじゃ解決できないということでまた大学院まで行き直してでその後実際にプロのスポーツクラブの立て直しや沢田スポーツクラブの立ち上げなどそういった経験を踏まえてですね様々な経験をしてきました。そんな私がですね、皆さんに、実りのある、ね、コンテンツをお届けしようということでこの YouTube 動画とは別でですね、ゼロから始めるスポーツクラブの作り方という無料のメールマガジンを作っておりますのでぜひですね、そちらをご覧いただきたいなというふうに思います。また今ならですね、無料特典として、沢田スポーツクラブ失敗するクラブの10の特徴というですね約20ページにも及ぶ無料レポートを私からプレゼントいたしますのでぜひですね、登録して、まあ、その無料レポートだけでも読んでいただいて、将来ねそういったスポーツ業界で活躍する人材になるためのですね何かヒントを得ていただきたいと思います。はい、なので今すぐ概要欄からですね、メルマガ登録よろしくお願いいたします。